にいるのはパース中心部にあるマレーストリートです。僕が休学留学しようと思った理由は、大学入学してから海外旅行を数カ所回った際に現地で知り合った日本人の友人の方から海外への長期滞在を勧められたのと、なおかつその人がオーストラリアの大学を卒業したのがきっかけで、オーストラリアへ、長期滞在することを決意しました。また、海外旅行した際に自分なりに主観的に感じた北海道の魅力や北海道の凄さというものを今後それをこの経験から生かして将来につなげていきたいと思いました。なぜ僕がパースを選んだのかというと、皆さんもそうだと思うんですけども、オーストラリアといえばシドニーやメルボルンといった東の方に集中していると思うので、人と違った体験をしたいなと思った中、エージェントの僕が使っている留学センターの中ではアデレードとパースの2択に絞られました。でエージェントさんの中ではアデレードをお勧めされて、なおかつ皆さんもアデレードに行くということを言っていたので、僕は誰一人行かなかったパースに行ってみようかなということでパースを選びました。僕は UWA ケルトという大学付属の語学学校に通っていました。この学校は他の学校に比べるとものすごく広く、何もかもがでかいです。図書館に行くにしろ、大学編入する人のために充実した教材や放課後、学校終わりに DVD をその場で見ることもでき、学校終わりにも勉強する環境が整っていて、すごいいいです。なので、学校の先生方なんですけども、すごい親日家が多いのが特徴的でした。現に日本人の方と結婚したりとか、日本で勉強を教えたりしたことはある先生ばかりだったので、日本人の方にとってはすごい馴染みやすい環境でもあると思いました。授業内容としては大学編入する人に向けての勉強にちなんでなのかもしれませんが、グループディスカッションが多かったのかなというのが印象的でした。難しいトピックはなかったんですけども、グループディスカッションに慣れてない僕たち日本人にとっては、意見を言うことよりも、他の国の人からの意見に圧迫されるのが、よく目立ってたかなと思いました。はい、これからの目標は、引き続き英語の勉強をし、自分の英語力向上と、残りの生活までに自分の人間性をもっと寛大に豊かになるように、心がけて生活していきたいと思います。